このレッスンでは、オブジェクトを円形に等間隔で並べる方法を説明します。同一形状を中心点に対して放射状に並べる配列を自動で作成できます。では、ポーラーアレというファイルを開いて実際に作業をしてみます。円形状配列副写では、配列の中心および 副車の数と角度を設定して放射状のパターンを作成します。そしてグリップやリボンタブを使用して配列を編集することができます。では、プレート右側、大きな穴の上側にある小さい穴を円形配列してみましょう。ホームタブ、修正パネルから配列副車、フライアウト、円形状配列副車を選択します。 小さな穴を選択してエンターすると配列副写の中心を指示するように求められます。今回は大きな穴の中心を選択します。円形配列のプレビューが表示されます。円形配列では360度の範囲内に6つ配置された状態がプレビュー表示されます。リボンを見てみると 配列複写作成タブが表示されています。このような状況に応じて表示されるリボンタブのことをコンテキストリボンタブと呼びます。配列の個数や間隔の調整は画面上に表示されているグリップやコマンドラインに表示されているオプションを使っても行うことができますがコンテキストリボンタブを使用した方がより簡単に行えます。では、項目を 4として、複写の数を変更してみます。エンターすると更新されます。複写の範囲は、間隔角度を設定するか、または埋めるの項目で全体の角度を指定することができます。では、埋めるを180に変更してみます。 180度の範囲内に4つ配置された状態になりました。この180度が右回りなのか左回りなのかは方向ボタンで設定することができます。ボタンをクリックするごとに反対方向になります。今回は左回りに180度を設定します。また、現在自動調整ボタンはオンの状態です。 このボタンをオフにすると、作成される配列複写オブジェクトは自動調整されなくなります。つまりこれは、まとまった一つの配列複写オブジェクトではなく、個々のオブジェクトが配列されただけの状態になるということです。今回はオンのままで作成します。設定が完了したら、配列複写を閉じるボタンをクリックしてコマンドを終了します。 作成した配列複写オブジェクトは自動調整をオンにしていますので、一つのまとまった状態になっています。クリックすると再度編集できる状態になり、リボンには配列複写コンテキストタブが表示されます。では、項目の数を4から6に変更してみます。6つに更新されました。 作図領域内のグリップを使用するとさらに配列したオブジェクトと中心との距離を修正することもできます。では、距離を80に変更してみます。修正を終えたら配列複写を閉じるボタンをクリックします。このレッスンでは円形状配列複写の作成と修正について説明しました。